アリス、インナイトメア、前回まではなんか血で滲んでるよ。あ、変身した。ん？マイケル・ジャクソン？これ、なんだこいつ。おお、やることがなんか飛んでる。見つかった？見つかった。もうさ、早めにこいつはやっとかねえと。落ちてきた。オッケー。まずどっちから行こうか。このハートから行ってみよう。入り口が2つあるけどさ。ん？落ちたらやばいね。これか。出てきた。階段みたいになってる。あ、長老、そんなところに。どうやって行く？足場はこっちはねえぞ。こっちか。よっ。ああ、落ちた落ちた。危ない。マジか。なんかこれはなんか落とされそうな感じがするよね。気をつけて。危ない。よし、たどり着いた。お、ギリギリギリ。体育館にいれば安全だ。万平は運動しない。痩せるわけにはいかんからな。こ、体育館なの？体育の授業は嫌いだった。白衣はつけなくても？いらんよ、君には似合わん。薬の材料を一つ思い出した。キノコだ。毒々しいね。手触りだよ。なんだあれは。ん？あー、来た。苦手なやつ。マジか。トランプ。ここで倒せない？やれないか。上にいた方がさ、有利じゃない？あー、押された。マジか。なんなんだよ。やばい、このままでは。さっきさ、なかったよな。激しい怒りを身にまとった君は。それで戦う。その状態が一時的なもので敵は幸運だ。君も楽に。はい、行け。赤い目玉が似合うものは少ないからね。さあ行くよ、出てこい。強い強い。よし。いや、これがあって助かったわ。で作るんだね。その実験室みたいなのを探さなきゃなんじゃない？ここはもう終わったから次の部屋。待って待って、やられちゃう。これも空飛んでるやつ。よし、危ねえ。ちょっとやだね、こいつは厄介。こっちか、こっち入ってないね。なんだい？あ、なんかあるよ。ちょっと怖いな、足場。サイコロだ。悪魔のサイコロだ。言っておくが、一人でいるときにこいつを放るなよ。悪魔に忠誠心はないし、もし奴らが腹を空かせていたら非常に厄介なことになる。悪魔？悪魔か。悪魔を出せるってことか。早速。はい、落ちたけど。それじゃダメなんでしょ。ああ、俺を落とすなって。よし、取ったよサイコロ。負けないぞ。
こ、ここに。危ない危ない、押されちゃう。危ねえ、投げた、出た。誰が召喚されるの？召喚された？召喚されてなくない？おい、行け。やったやった。なんか全然効いてない気がするけど。待って、こいつでやっちゃおう。トランプ、厄介だねこいつは。もうちょっとだ。すばしっこい集め。よっしゃった。さあ先進むぞ。ちょっと待って、そのサイコロとやらをさ振ってみたいよね。いた、ここ行けないんだ。叩けよ。よし、サイコロ振ってみたいからちょっと準備してみよう。どんなやつが出るんだか。サイケ、あ、出てきた。頑張れ。あれ、ちょっとだけじゃない？ちょっとだけか。よし、よし、これで全部かな。あと上にいるやつか。近づいてってさ、倒してやろう。どっちにいる？向こうか、さらに上か。なんか届かない感じだな。こっから上にはいけないんだね。ここを入っていかないと。中級クラス、何が待ち受けてるんだろう。ここも入れるけど、中級クラス。あ、おじいちゃん大丈夫？助けて。お、おじいちゃん殴ってじゃん。やる。私が来てよかったでしょ。やるね。どういう意味だ。君の方こそわしに会えてラッキーだぞ。ミラ、砂糖付きスパイスドロップ。あなたに会うたびに厄介事が増えるみたい。魔法の成長剤はどこですか？あのフラスコに少し入ってる。棚の上だ。もう少しだ。ポピーの花が咲いたら持ってこい。薬を作ろう。もうちょっとだね。あれか、あれを取ればいいんだね。取った。ここにはもうあれだね、用はないね。したら今開いたここから入ってみようか。なんだ、迷路みたいになってるな。上級クラスってなってるよ。あ、すごい。中級クラス、これ戻るとどうなってるの。上級クラス、あ、杖があるよ、杖。あ、すごいカンフーみたいな動きするけど。よし、取ってみよう。ちょっと謎なぞだ。クロッケーの傷口が棍棒になるのはどんな時？答え、君が相手を打ちのめしたと。おい、強くなったのかな。あ、ここも、あー、空飛ぶやついるか。よしよし、おー、やったやった。ちょっとまぐれに等しいけど。わ、お花が咲いてるよ。ここがそう？スカンク、下品美、ポピー、これか。
まあ本当に飴だね。懐かしい飴だよ。しかもこれ取った。まだいるかこいつ。あ、当たんないよねさすがにね。削るよねこの空気、この息すげえ削られる。よし先だ。危ねえ。でさっきの実験室に行けばいいのかな。中級クラス。おじいちゃん、この装置で薬を作れる。他に使い道はなさそうだがな。やっと薬ができるね。さてもう行くがよい。だが来た道を戻らずに天文台を回って行け。この世界は君の活躍を待っている。扉が開かれんことを祈っとるぞ。さっき開かなかったあの天文台ね。ありがとう長老。噛んだけどね長老。さあもらってこう。さあ行くよ。どこだ。うわあ早速現れた。よし、これでもう乗り込めるはずだからさ。天文台だったな。ここ開いてね。天文台って2階から行けたよね確か。これ正面の入り口か。さっきのちびっこはどこ行っちゃったんだろうな。かな。近づいちゃってさ、やっちゃった方がいいかも。逆に。あれ、2発じゃなかった？よし、やったー。声聞こえるな。子供がいなくなったよ。なんか人形みたいな子供。大丈夫か？だよね。あ、いる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 。マジか。ちょっと待って、怖い。落とされちゃうよ。これはもうあれだね。ちょっとチェンジして。そうそうそう。これ。よし、もう一匹いる。隠れてるはずだ。この後ろ。後ろに回られたか。こいつ厄介だな。よっしゃった。回復はねちゃんとしとかないとさ、ちょっとしたね間違いが命取りになるから。天文台のところってどっち側だっけな。よしこれで叩くぜ。あー落ちちゃう。さあ行くよ。避けろ避けろ避けろっつって当たってるけど。よしよしやったな。でここが天文台か。なんだお星様が。いるぞ。よしナイス。まだ来てる。いた。まだいるな。他にあんな上にいるか。待て、これ上上がんないとダメだね。これ何。お、ナイス。右クリックだとちょっと強い、なんか攻撃ができた。これか、これをなんか覗くのかな。何が見える。
すごい仕掛けだ。小さくなった。やっと小さくなったね。涙の池だって。涙の谷っていうのが左上に増えたよ。ちょっと悲しげな名前だね。